ドラフト会議、現役ドラフトを終え、各球団、来季へ向けて戦力を整えている状況です。残る補強の手段としては、新助っ人、トレード、他球団を退団となった選手の獲得などが挙げられます。各球団ごとに、現在の戦力を確認し、課題が残るポジションやトレード案などを考えたいと思います。今回は、中日ドラゴンズ。まずは、投手陣がこちら。ドラフト会議で、大卒の中地投手、高卒の森山投手を獲得。そして、交換トレードで楽天から涌井投手、横浜から砂田投手を獲得しました。来季予想される中日の先発ローテーション候補がこちら。上9名がローテーション候補筆頭と予想され、そこに薄い青色で示した投手たちが時点での候補といったところでしょうか。続いてリリーフ候補と予想される選手がこちらで、2022年シーズン中心となったリリーフ陣に砂田投手を加えた上の9名を中心に形成されていくでしょう。野手陣は育成を含めると現段階ではこのようになっていて、ドラフトで内野手陣を積極的に補強し、現役ドラフトで細川選手を獲得、助っ人も3名新たに獲得し、充実したオフとなっています。ただ捕手陣を見てみると、育成を含めても6人と明らかに少ない人数となっており、ここが補強ポイントと言えます。まずはロッテを戦力外となった吉田選手。1軍通算では248試合に出場し、打率1割9分1厘、9ホーマー30打点の成績。守備面に関しては盗塁阻止率が2割3分7厘の値です。2022年シーズンは1軍での出場はなく、イースタンリーグで58試合の出場。ポジションはキャッチャー、サードを守り、打率1割8分8厘、4ホーマー25打点の成績でした。1軍での経験は十分にあるので、獲得候補には上がるのかなと思います。続いて、オリックスを戦力外となった元中日戦士の松井選手。1軍通算では456試合に出場し、今回紹介する中では一番の実績と経験を持っている選手です。通算打率は1割9分2厘、6ホーマー61打点の成績で、盗塁阻止率は2割2分2厘の値でした。22年シーズンは6試合の出場に終わり、ウエスタンリーグでも25試合の出場にとどまった松井選手、出戻りとなる形ですが、来季36歳を迎えるベテラン、難しいところですが、果たして。無所属の選手ではラスト、ヤクルトを戦力外となった内山選手。支配下選手としての経験はなく、2軍通算では173試合に出場していました。打率2割5分2厘、22打点の成績。22年シーズンは46試合に出場し、打率2割9分7厘、14打点の成績で、10月に開催されたフェニックスリーグでは25打数の8安打、打率3割2分、5打点と打撃での成長を見せていたシーズンでした。ポジションはサードも守れて、ユーティリティ性もあり、まだ26歳と若いのも好条件。打撃も力をつけてきた内山選手、一番おすすめの選手ではと個人的に思っています。まず巷で噂されている日本ハムの清水選手ですが、ご覧の通り FA で伏見選手を獲得したものの、現在は捕手7人体制となっていて、もし清水選手が抜けてしまうと6人体制になってしまいます。このことから清水選手を中日がトレードで獲得する可能性はかなり低いと思われます。捕手に余裕があるチームとして、まずロッテが挙げられます。育成を含めると現在9名所属しています。
22年シーズンは新人の松川と3年目の佐藤を併用する形で戦いました。佐藤選手は盗塁阻止率リーグナンバーワンを記録し、松川選手は解説者からも高評価の活躍を見せました。佐藤選手はコンバート案も報道されていますが、契約更改では捕手争いに意欲を示しており、若い松川、佐藤に加え経験豊富な田村選手も残留となると、中堅の柿沼、江村、加藤あたりは厳しい立場になってきます。中日としてはこれらの選手が狙い目なのかなと思います。金銭トレード、もしくは伊藤康介選手などを交渉材料にし獲得する可能性も考えられるのではないでしょうか。もう一チーム、キャッチャーに余裕があるチームとして楽天が挙げられます。育成を含めると8名捕手登録の選手が在籍しています。22年シーズンは住谷、太田が主に起用され、期待された安田選手はウイルス感染と怪我に泣き5試合の出場に終わりました。来季の楽天の一軍捕手には安田、住谷、太田、時点で石原あたりが帯同していくのではと予想すると、堀内、田中の一軍出場機会が減る可能性が高いです。この2選手が中日としては狙い目だと思います。金銭、もしくは先発投手としての序列が下がりつつある他の投手などを交換材料として交換トレードが実施される可能性も考えられるでしょうか。当チャンネルが獲得候補として考える選手がこの8名で、個人的には内山選手が年齢的にも補強ポイントに合致するのではと思い、第一候補におすすめしたい選手です。時点で出戻りの結果となる松井、加藤選手、楽天の堀内、田中選手が考えられるのかなと思っています。ファンの皆さんは中日ドラゴンズが現状を抱える課題、補強ポイントは何だと考えていますか。現在支配下選手は62名でまだ8枠空いている状況、補強に動ける余地がまだまだあるので、この先どのような補強に動くか注目していきたいです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。